俺の班のところへ戻る。奴らそう遠くへ行ってなければいいが。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが。命令だ、従え。了解だエルビ、お前の判断を信じよう。エルビン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体起動装置をあらかじめ装備していたから、今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいたら。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グンタさん、止まるな、進め、円を守れ。メガタの中身が、それとも複数いるのか。ヤクモ、かかってこい。刺し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。今度こそやります。俺が奴を。仕上がれ。ダメだ、巨人にはなるな。俺たち3人で女型の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びます。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ、この分からず屋のクソガキめ。エレン、仕方ない、俺の指示には従えよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。
俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。
ごまかくしてから食ってやる。